はようございます。1月29日土曜日朝の8時10分です。今川崎市内を走っております。今日は川崎で、積んでそのまま九州、福岡県福岡市中央区で行きます。着日は月曜日ということで、これから積みに行きます。お疲れ様です。11時50分積み上がりました。大型精密機械3台積んでます。全部で5台口でした。それぞれ大きい精密機械積んでるので積むのに時間かかりました。では気をつけて向かいたいと思います。卸が月曜日の午後なので急がず行きたいと思います。246に出て青葉から乗ります。午後1時です。江北パーキングエリアです。お昼、はい、ホッケとかぼちゃとさつまいもの煮つけとブロッコリー、はい、2時35分出発します。たっぷり90分休んじゃった。荷物ラッシングベルトの増し締めしようと思ったけど増し締めできる余裕もないくらいがっちり締まっておりました。
午後6時30分伊勢湾岸下り刈谷パーキングエリアです。430で山陽道白鳥パーキングで休息します。あと5キロです。はい、お疲れ様です。午後10時20分、白鳥パーキングエリアです。いやー眠かったな。休息です。福岡まであと500キロです。ここまで8時間9時間弱走ってきましたね、川崎から。いや晩ご飯食べよう。今お湯を沸かしてます。コンビニがあるのでもうちゃちゃっと食べて寝ようと思います。眠いっす。牛丼買ってきました。松屋の牛丼です。松屋の牛丼に生卵つけて450円でした。いただきます。